ローラン・デュマは、フランスの政治家、弁護士。国民議会議員、外務大臣などを歴任した。1922年8月23日に、オートイコールビエンルケン・リモージュに誕生する。パリ政治学院を卒業して弁護士となる。1984年7月19日に、ローラン・ファビウス内閣で、同年12月7日まで、欧州問題担当大臣を務めた後、 外務大臣に就任する。1986年3月に、小ビタシオンにより、ジャック・シラク内閣が成立すると、外省職から離れるが、その後社会党が第一党となり、1988年5月から1993年3月まで、外務大臣を務め、1995年3月に、憲法評議会議長に就任した。2000年2月18日に、 憲法評議会議長の職にある際、台湾へのフリーゲート完売客に伴う、フランス国営石油企業のエルフアキテーヌ社による圧戦収賄事件で、仲介役とされた元愛人のクリスチーヌ・ドビエ・ジョンクールと共に起訴される。その際に、エルフ社は工作資金として6,500万フランを元愛人に支払ったとされる。2001年5月30日に一審で、懲役6ヶ月、 罰金100万フランの有罪判決を受けるものの、日清では証拠不十分で一点無罪となった。また一審判決後には同事件の主犯がミッテランであると暴露した。エルフ社はミッテラン政権の内出の小槌ともいえ、それまでにも何度も疑惑が取り沙汰されていた。2003年3月のイラク戦争ではイラク緊急委員会のメンバーとなっている。ありがとうございます。